さあ皆さん、英単語の授業がやってまいりました。本日665回目の今日の表現は Subject。 さあ皆さん、こちらの例文をよくご覧になっていただいて、 Subject の左側と右側、何を挿入すればいいのか考えていただけますか？もちろんこれですよね。 Be subject to。そして皆さん、チェンジの品詞はどうでしょう？名詞ですからね。で、皆さん、be subject to 名詞。意味はどうでしょう？うにゃうにゃの影響を受けやすいという意味ですよね。ただし皆さん、なぜこの意味が出てくるのか。当然それはサブジェクト、このサブジェクトの語源がヒントですよね。さあ皆さん、サブジェクトのこのサブの部分ですよね。皆さんイメージできるかと思いますが、地下鉄を表す単語サブウェイ。そうですね、サブウェイのサブは下という意味ですよね。ですので皆さん、下のものイメージしやすいのは上司と部下。もちろん部下は上司の意見考えの影響を受けやすいですよね。ですから下の人は上の人の意見考えの影響を受けやすい、そういうふうにイメージしていただきますと定着させるのは難しないかと思います。ですので、be subject to 名詞。この形も合わせて押さえてください。ということで、参考になさっていただければ幸いです。